オヌキリナのクラッチタイム女子日本代表スペシャル後編。はい、オヌキリナのクラッチタイム後編の時間がやってまいりました。今回これやんなかったですね。今回はちょっと最後に撮っておこうかな。なるほどね、確信犯ね。はい、かしこまりました。というわけで今回は女子日本代表スペシャルの後編をお送りします。前編ではフロントコート陣を紹介したので、今回はバックコート陣の紹介です。では行ってみたいと思います。オヌキリナのクラッチタイム、トップバッターということでキャプテンの林選手から行ってみましょうか。はい、そうですね、はい、東京オリンピックやアジアカップで劇的なスリーポイントシュートを何本も沈め、はい、世界レベルのシューターであることを証明した林選手ですが、今回はですね、高田選手から引き継ぎキャプテンを任されました。はい、その林選手はアジアカップの時は一番上だったので全体を見なきゃと思っていたんですけど、お姉さん方が来てくれたおかげで真ん中から全体を見渡せるようになったので視野も広くなったと語り、程よいスタンスでキャプテンをこなせているようです。間違いないですね、はい、でまたオリンピックのアメリカ戦で、はい、ガチガチにマークされた結果シュートがあまり打てなかったことをかなり覚えているようで、これからは新たな自分を世界に見せつけたいという思いでやっています、とも語っていて、他のスキルもね、今かなり磨いているそうです。お、他のプレーも磨いていったらもう誰も止められない気がしますね。ね、あんなスリーってあれだからね、うん、すごいわ。では次はシューターくくりということで近藤選手に行きましょうか。かしこまりました。はい、どうしましょう。で近藤選手はリオオリンピックを経験したベテランで、はい、そこから長らく代表から遠ざかっていただけに、正直今回候補メンバーに選んでいただいた時は自分でも驚いた部分がありました、と素直に語っていました。そしていい意味でガツガツすることなく、ディフェンスが重要になると思うのでしっかりハードに当たることで他の選手と差をつけることができればいいと思います、と話していました。ベテランらしいスタンスですね。ね、そのガツガツせずにというのが、うん、いい感じでしょう。続いては同じシューターの三好選手です。三好選手もリオオリンピックを経験し、さらに東京オリンピックにも出場しました。東京オリンピック前の国際強化試合では2試合連続で4本のスリーポイントシュートを決めて大会 MVP を受賞していましたね。そしてオリンピックではやっていなかったけどリーグ戦でもプルアップジャンパーやピックを使っていたのでそれもチャレンジしていきたいと語り、スリーポイントシュート以外の部分でも見せたいと意気込んでいました。はい、その通りです。続いてはこちらも激戦区のポイントガード部門に行きましょう。まずは本橋選手ですね。2018年に初めて代表に招集され翌年のアジアカップで MVP に輝くなど一気に主力へと躍り出ました。冷静な判断力に加え精度の高いシュート力を持ちスコアリングガードとしての地位も確固たるものにしています。2020年11月の強化合宿で右膝前十字靭帯損傷の大怪我を負いましたが懸命のリハビリでオリンピックに間に合わせスポット起用ながらも東京オリンピックでの銀メダル獲得に貢献しました。でまだ怪我は完治していないようで、はい、リーグって出てるんですけど出場時間を制限しながらの、プレーになってるんですね。うん、それでも本橋選手への信頼は厚いと思います。でそんな本橋選手は、はい、頭をフル回転させて速い判断、速いバスケを展開するので理解はしているけどプレーしながら判断するのが追いつかないことはありました。でも今はちょっとずつ体験できるようになっています、と語り現在の新たなスタイルにかなり手応えをつかんでいるようです。おー、では期待が高まってますね。そういうことなんです。はい、続いては宮崎選手です。アジアカップでは平均 11.6 点、9.6 アシスト、4リバウンドを記録し大会ベスト5に選出されました。それでも東京オリンピックでは町田選手、本橋選手に次ぐ3番手の立ち位置でプレータイムを勝ち取れなかったことを気にしているようで、このように意気込みました。オリンピックの時にあまり試合に出れず悔しかったです。でも2人の活躍を見てああいう大きい大会で活躍したいと改めて思いました。自分の持ち味であるスピードをアピールして自分がメインとして試合に出て大活躍したいです、と語っていました。うん、素晴らしいですね。
もちろんやっぱその、ね、チームスポーツなんでチームファーストであることはいいことだと思うんですけど、はい、この宮崎選手のようにね試合に出て自分が活躍したいって思うことってすごい大事だと思います。そうですね、はい、うん、最後は山本選手です。山本選手といえば3人制バスケ 3x3 のイメージが強いですよね、はい、アンダー23ワールドカップで、優勝し自身も大会 MVP を受賞しました。東京オリンピックにも出場した山本選手ですがアジアカップに続いての招集となりました。実績のある山本選手ですがここに来ている人たちはすごい技術やポテンシャルを持っているので自分じゃないと思っちゃったりすることもありますと少し不安なコメントもしていましたが、自分らしさは何なのかを考えて自分らしいプレーをすれば大丈夫という自信を持って臨んでいますと5人制でのチャレンジに燃えています。3人制かね、5人制、うん、難しいと思いますけど今頑張ってるそうですね。そうですね。小野木里奈のクラッチタイム、はい、後編は以上となります。2月10日に開幕する女子ワールドカップ予選ですが12日に対戦する予定のベラルーシ代表が新型コロナウイルスの集団感染により大会に参加できないとの情報が入ってきています。ちょっとこれは驚きましたね。実際突然の情報だったんですけどベラルーシって、はい、ユーロバスケットで世界2位のスペインを破り勝った4試合の平均失点50点台前半とこの日本とは正反対のスタイルだったので、はいはい、ちょっとこの攻撃的な日本のバスケと、うん、守備的な、ね、ベラルーシの戦いをすごい注目したので、うん、かなり残念ですよ。ちょっと見たかった気持ちもありますね。ねちょっとどうなのか分かんないですけど、そうですね、いずれ、ね、戦うことを期待して待っていきたいと思います、うん、そうですね、はい。ワールドカップ予選開幕直前スペシャルはいかがだったでしょうか。2月下旬には男子のワールドカップ予選ウィンドウ2が沖縄アリーナで行われるということで次回は男子代表の紹介ができればいいなと思っています。大事な試合が続きますが皆さんで暁5を応援しましょう。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。クラッチターン。